牛目。牛目、または玉、ひずめ目、グーテい目は、かつて使われていた、脊椎動物門法入綱の一目。現在のクジラ玉、ひずめ目、クジラ玉、ひずめ目から、クジラ類、クジラ目を除いたグループによって構成されていい。玉ひずめ類、グーテい類とも言う。このグループは、馬目、木きひず目とともに、 四肢の先端にひずめを持つことを特徴とする。またすべての牛めは、甲子のかかとの関節にある虚骨の上下端に、滑車状の構造を持つ、これを両滑車も呼ぶ。牛め、玉、ひづめ目と、馬目、め、木ひづめ目を合わせてありひづめ目と分類されることも、あったが、現在では馬目めは牛めよりも猫めやコウモリめにより、近いとする説が有力であり、牛類と、馬類が共にひづめを持つのは、 平行進化によるものであることが分かっている。中心よい子次第に衰退していったうまめに対し、牛めは次第に勢力を伸ばしていった。現在では、カバ、イノシシ、ラクダ、キリン、ヤギ、シカなどの仲間を含む大きなグループに発展し、有秘詰動物全体の約90%を占めている。また、口述されるようにクジラ類をも内包することが明らかになりつつあり、 非常に多様性に富んだ発展を遂げて、反映しているグループであることになる。玉、ま、ひずめめと呼ばれるように、牛目の特徴は、二つに割れたひずめである。これは、第三子と第四子、中指と薬指が変化したもので、主ひずめ、主定と呼ばれる。また、かかとに当たる部分に、副ひずめ、副体と呼ばれる、小さなひずめがついているものもあり。 岩場なななどでずり落ちいいようになっている。第三子が体重を支える、重心軸となる、うまと異なり、牛めは、第三子と第四子の2本が、重心軸であるため、このような蹄めの構造となる。当実するように、近年の分子生物学的手法の導入により、クジラ類とかつての玉ひづめ類との系統関係が明らかになった。それによれば、クジラ類は、カバ類と、 姉妹群であり、両者は、先に半数類と分かれた一グループ、くじらくぼばしたメから、さらに二つに分岐したものである。また、クジラクボバ類と半数類が分岐したのは、ラクダ類及び、イノシシ類が、相次いで、他のクジラ玉ヒズメ類から分岐した後のことであった、ことも分かっている、クジラ玉、ヒズメめの系統と分類を参照。したがって、ラクダ類、イノシシ類とカバ類、 半数類を含んで芸類を含まない玉、ひずめめは単形統群ではなく側形統群であることになり分岐分類学の考え方によればかつてのアリひずめめと同様一つの分類群としては成立し得ないこれにより玉、ひずめめ、牛めは生物学的な分類群としては無効となりかつての玉ひずめ類とクジラ類を合わせたクジラ玉、ひずめめという分類群が 新たに設けられた。イノシシアモク以外の牛目の動物は、消化しにくい、繊維分を消化するために、本来の胃、第四胃の他に、食道から第一第三の胃を分化させて、合計四つの胃を持つ、ラクダ、キリンなどは、第三胃と第四胃の区別がはっきりしないため、三つと、する場合もある。これらの動物は、副胃、または、半数胃と呼ばれるこれら複数の胃によって、 一度食べた、食物を吐き戻し、噛み返すという反数を行う。明確な反数を行い、系統的にも、近い牛か、鹿か、プロングホーオーンか、キリンか、ジャコジカか,か、マメジカか,かをまとめて反数類と呼ぶ。反数アモク、牛アモクとも呼ぶが、近年はアモクより、下の分類階級とされることもあるので注意が必要である。四つの胃の内。 第一位には微生物が大量に住み、ここで摂取した食物の分解発酵をしている。この第一位での微生物による分解と、半数によって繰り返し咀嚼することによって、他の哺乳類が消化吸収できない、セルロースなどを栄養として取り込むことができる。この強力な消化吸収能力が、牛目の動物が反映した一因とされている。以前は、半数の度合いに従い、 同じ牛目でも半数を失い、原生のイノシシ類やカバ類を含む系統をイノシシア目、イノブタア目とし、系統的に両者の中間に位置すると考えられる。原生のラクダ類を含むグループをラクダア目、各脚ア目と分類されていた。しかし分子分岐枠により、カバ類はクジラ類と共に半数類に近いこと、中間的と思われたラクダア目が、 クジラ玉ヒズメ類の中で最も初期に分岐したことが分かっている。クジラの仲間の先祖は化石研究からはカフシメに分類されていたメソニクス類、さらに遡れば同じくトリイソドン類と考えられていたがの分子生物学的な研究からは牛メから分化したとする説が出された。これはしばしば見られる化石研究者と 分子生物学者の意見が対立するケースの典型的な例であった。しかし、パキケトスは突起の化石骨格の研究により、化石研究者側からもクジラが、牛目起源であるとする仮説を補強する、強力な根拠が提出された。クジラ玉、ヒズメメも参照。カバカはかつては、イノシシアモクに含めることが多かった。アモクは、原始的なものから派生的なものの順に並べた。 とがは、純不動。ここでは、玉ひずめ類の分類を示すためを、独立ア目としたが、実際はは、クジラ類と、姉妹群である。そこで、と、クジラ類を一つのア目としては、下目にしたり、さらには半数類も、同じア目にして、半数類は、下目、は、小目とすることも多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。